皆さんおはようございますす国民民主党代表玉木雄一郎ですもうちょっと前寄りましょうか、後ろ通路もあるし、みんなが寄ってくれた方が私、熱意が伝わるんで、少しずつ皆さん、全員ちょっとずつ前に寄っていただけますか、今日から12日間の選挙戦が始まりますけれども、皆さん、今回の選挙戦の争点、なんでしょうか、私は極めてシンプルだと思ってるんですよ。 それは国民を豊かにしようとする政治家を選ぶのか、それとも自分の懐を豊かにしようとする政治を選ぶのか、これが問われてるんですよ、皆さん。私たちは政治不信の大きな源となった、この政治と金、ね、 裏金問題に決着をつけることを訴えるとともに、減税、社会保険料の軽減、そして高いガソリン代や電気代の引き下げによって、国民の皆さんのあなたの手取りを増やす、この経済政策を堂々と掲げて、 この選挙戦を戦い抜いていきたいと思います。まず皆さん、自民党は反省してませんよ。あれだけの裏金問題を起こしておきながら、先日の私の10分間の石破新総理に対する党首討論、見ていただいた方もいると思います。驚きましたよ。これだけの 政治不信を招いておきながら、使い道も誰に何、ね、誰にいくら出したかも明らかにする必要のない、そして1円も税金のかからない政策活動費をまたいっぱい使って、この選挙を戦うんですよ、自民党は。私は石破さんに、せめてね。 この政策活動費を今回の選挙で使いませんよねって聞いたら、使うって言うんですよ。で、さすがに困ったのか、しばらく経ったら、テレビの番組で、抑制的に使うって言うんですよ。で、また先日聞いたら、選挙には使わないけど、広報活動には使うって言うんですよ。でもこれ、皆さんね。 結局、何に使ったのか、報告する義務もないから、広報活動費には使うけど、選挙には使わないって言ったって、こ検証不能じゃないですか、結局使うんですよ、自民党は、石破さんになったら変わると私も期待した、でも皆さん、石破さんが自民党を変える前に、石破さんの方が変わっちゃったんですよ。結局 使い道を全く国民に明かすこともなく、1円も税金がかからない、ある意味、この既得権益を自民党は手放すことはしないんですよ。今回の選挙は、こうした既得権益にしがみつく古い政治家を選ぶのか、それとも庶民感覚や納税者の感覚、 普通の国民の皆さんの感覚を持った、そんな政治家を選ぶのかの、それが一番大きな争点なんですよ皆さん。変えましょうよ、もう私たちの普通の生活をしている、日々一生懸命汗水流して働いている、そんな人たちの、私たちの、あなたたちの感覚から、かけ離れた政治を、 変えていこうではありませんか、皆さん。私たちは今回、古い既得権を守るための政治ではなく、あくまで国民の皆さんのための、皆さんの、あなたの手取りを増やす経済政策を、いの一番に掲げてます。特に私たちが実現したいのは、103万円の壁、 したいんで,すこのでは税金ががかからず働くことでできますでもこれを超えた途端に税金払わなければいけないし学生の皆さん、ね、バイトをしている学生さんからたくさん相談を受けましたけどこの103万を超えると自分も税金を払わなきゃいけないのと同時にお父さんお母さんの扶養から外れますから。 お父さん、お母さんの税負担も増えちゃうんですよ。だからせっかく最低賃金が上がったり、時給が上がったのに、働く時間を調整して、豊かになることを妨げる税制になってんですよ。これを私たち国民民主党は見直して、103万円を178万円まで上げます。そうするとここまでは 税金の支払いを気にすることなく、もっと稼げますから、もっと働けますから、もっと所得が増えますから、こういう政策を具体的にやっていきたいんです。もちろん、正規で働いている方、もっと稼いでいる方、自分たちには関係ないと思うかもしれませんが、全員に関係します。控除が増えるから、課税対象所得が全員減るので、みんなに減税の効果が及びますから、 パートトやアルバイトの皆さんんだけじゃないんですね。私たちは、今、国の税収がいっぱい増えてますから、増えすぎた税収をちゃんと適切に還元して、皆さんの手取りが増える、皆さんがもっと豊かになれる、そういう政策を進めていきたいと思います。また同時に、社会保険料も医療制度改革を進めて、これを引き下げて、現役世代、若い人に、 過度に大きな負担となっている社会保険料も引き下げることで、皆さんの、あなたの手取りを増やす政策を進めていきたいと思います。改めて申し上げます。今回の争点は明確です。自分の懐を豊かにしようとする政治家を選ぶのか、それとも手取りが増える経済政策で、減税で、 社会保険料の軽減で、ガソリン電気代の値下げで、国民の皆さんの懐を豊かにする政治家を選ぶのか。これが最大の争点です、皆さん。もう答えは明確ですよね。国民の懐を豊かにする、手取りを増やす経済政策を掲げている、私たち国民民主党、そして兵庫県下、 あるいは近畿ブロック全体、うちの選挙区には候補者がいないじゃないか、国民民主党の選択肢がない、そう言われる方もいますけれども、心配ありません、2枚目の投票用紙には、国民民主党と書いていただければ、国民民主党、近畿ブロック候補者全体の後押しにもなりますので、ぜひ2枚目の投票用紙には、国民民主党と 書いていいいてたただきたいと思います皆さん一緒に変えていきましょう一人一人の1票力は小さいと思っている方も多いかもしれませんが決して小さくありません皆さん一人一人の力はとてつもなく大きいんですよその力を結集することによって必ず日本は変えることができます 社会を変えることができます皆さんが生きていくこれからの未来を皆さんが変えることができます。どうか一緒にこの戦いを一緒に戦い抜いていただきたいと思います。最後の最後まで全力で戦い抜きますので、どうぞ皆様の後押し5000、そして1票を託していただきますことを。 お願い申し上げ、私、国民民主党代表、玉木雄一郎から、この総選挙の第一声のご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。